今日は宮城県香美町の薬来さんに来てました。今私がいるのは通常パンフレットとかにある登山口なんですけれども、こちらから登るとしばらく行くと700段余りの階段があるので、今日は周回コース、北側にこれから向かって登り始めようと思います。しばらくは車道歩きが続きますけど、登ろうとしてる山が見えてます。今日は青空で頂上からの展望が効くのじゃないかなと思ってます。今北の登山口に来ました。車道歩きは20分ぐらいも歩いたでしょうか。登る途中ですけど、大崎平野が綺麗ですね。だいぶ小虫がうるさくなってきたので、ネットをかぶりました。北側を見るとちらちらっと木の間から栗熊山が見えて、お、雪が残ってました。まだ、はい、雪です。薬来さんの頂上に来ました。今見えてる景色は大崎平野と太平洋側の低い山並みです。あとは北とか西南は今のところ展望が開けてません。
今日のお昼はこれ、あ、反対スーパーオーブン下のコンビニで買いました。おお、ここからは階段でしょうか。ああ、たくぼん大嫌いな階段が待ってました。今頂上から下山してきまして、表登山口に戻ってきました。階段の下りも大変なもんですね。上りも嫌ですけど、下りの方が疲れるっていう感じですかね。